総理、遅すぎます。また、国民に直接届くものが少なすぎます。見かけだけです。まるで無策だったということですよ。いわば国民生活は三重苦とも言える非常事態であるという認識を総理お持ちですか？串渕真理君。令和新選組の串渕真理です。さて、今回の補正予算、総理、遅すぎます。先の通常国会から5ヶ月が経ってようやく今頃出てきました。また国民に直接届くものが少なすぎます。29兆円と言いますが、企業や業界中心の基金の積み増しや予備費 4.7 兆円など見かけだけです。本来補正予算は特に緊急に必要な経費のはずです。なのに物価高に苦しむ国民に届く支出はわずかしかありません。今年5月の予算委員会で総理は物価の見通しを問われ、申し上げることは難しいとお答えになってますが、あれから半年物価は上がり続けてきました。反対に実質賃金は6ヶ月連続してマイナスです。まるで無策だったということですよ。そもそも25年のデフレ不況にコロナの災害となり、さらに戦争の影響による物価高で、いわば国民生活は三重苦とも言える非常事態であるという認識を総理お持ちですか？5月の時も物価は上がっていましたが、さらに加速し、消費者物価指数は 3.6%、40年ぶりの上昇幅です。一方、賃金はどうか。パネル1です。過去30年の実質賃金の国際比較です。アメリカやイギリスは40年以上伸びているんですよ。しかし日本は全然上がっていません。総理、この地平線のように伸びる恥ずかしい線が我が国、日本です。一体なぜなんですか？その理由、何なのでしょうか、総理。パネルにご覧ください。消費税率と実質賃金の指数です。消費税が増税されるたびに、実質賃金が切り下がっていることがわかります。1997年、消費税 5% 前から7ポイントも下落。失われた30年はいつの間にかそうなったのではありません。デフレ不況なのに、消費税の増税を繰り返して、個人消費を冷やしてきたからです。明らかに経済政策の失敗ですよ。次にパネル3、ご覧いただきたいと思います。日銀の生活意識アンケート調査ですが、ゆとりがなくなってきた。このように答えた方が6月から9月、一気に 7% も増えて過半数を超えています。この夏、国民の暮らしがいかに悪くなったか、明らかにわかるのがこの数字です。1年前の同じ時期から見ると、実に 15% 近くも状況が悪化しているんですね。総理、これちょうど岸田政権発足からの1年間に相当します。国民の2人に1人がゆとりがないという事態に陥った。いわばこれ岸田政権の成績表ですよ。岸田総理のせいで国民はゆとりがなくなり、日本はどんどん貧しくなり、子どもたちの未来が奪われているという危機感を総理はお持ちなんでしょうか。こうした非常事態に対応するために、なんといっても消費税の廃止です。特に中間層が減って、年収の低い世帯が増えて、逆進性の高い消費税に苦しむ国民が増えているんです。そもそも消費税は税金のあり方として不公平なんですよ。例えば年収1000万以上の消費税負担率は 3.5% のところ、年収300万円未満になると、負担率はその倍の 7% に達しているんです。総理、物価を下げる緊急対策として、5月にも申し上げましたが、消費税廃止、最低でも 5% 減税が必要であると考えます。令和新選組が主導して、野党4党で消費税減税法案を提出、すでにしています。各党とも参議院選挙の公約にしました。しかし、選挙が終わったら、それは間違いだったという人まで現れていますけれども、私は消費税減税を前に進めるよう、NHK 日曜討論でも与野党の幹事長クラスに迫りました。総理に改めてお聞きいたします。消費税減税法案をやると、ここで決断いただけませんか。内閣総理大臣、岸田文雄君。いくつかご質問いただきました。まず、日本において賃上げが進まなかった、これはなぜかと思うか。
いや、思う方お聞きになられました。思いますかと聞いたんでお答えいたします。これは、バブル崩壊後、デフレ状態が続くことによって、企業投資が進まなかった、賃金が上がらなかった、消費が喚起されなかった、こうした悪循環が続いた、こういったことであります。こういったことによって、賃金が上がらなかったからこそ、今、世界的な物価高騰の中で、物価高騰策と合わせて、賃上げをしっかりやりましょうということを申し上げております。それから、まさに私の在任期間中、ゆとりについて、いろいろご指摘があった。これについて、まさにウクライナ情勢の前から、コロナ禍における需給の変化によって、物価が高騰していた、こういった背景にあります。その上で消費税についてお答えいたしますが、消費税につきましては、少子化が進む中にあって、社会保障費をぜひ広く負担していこうということについて、考えていかなければいけない。結果として消費税は維持する必要があると我々は思っており、消費税減税は考えておりません。櫛渕真理君。またもや消費税減税しないというお答えでした。本当にですね、これ今回補正予算29兆円も積んでるんですよね。1年分消費税廃止もできるじゃないですか。ゼロにできるんですよ。残り今年度4ヶ月だけでも消費税ゼロに必要なの 7.2 兆円、消費税 5% 減税でも 3.6 兆円です。これぜひやっていただきたいと思いますし、私たち令和新選組は補正予算の組み替え動議を提出させていただきたいと思います。さて次に安全保障についてお伺いします。政府は反撃能力の名のもとにミサイル攻撃能力を高めようとしています。つまり相手のミサイルに対抗するために増税してでも日本もミサイルを買うということなんですね。じゃあ相手がミサイルをさらに増やせばどんどん増税するんですか？そもそも反撃能力と称してミサイルを撃つことばかり議論していますけれども、ミサイルを撃たれた時のこと本当に考えているんでしょうか。例えばパネル4を見てください。ウクライナの戦争でサポリージャ原発が戦場になっています。これは NPR アメリカの公共放送ですが、ビデオ分析によれば、この時日本では訓練センター周辺が攻撃されたという報道でしたが、実は原子炉建屋に複数の攻撃の跡が見つかっています。まさに危機一髪だったわけであり、2日前もサポリージャ含む4原発の外部電源が一時遮断しているんですね。今までは可能性にしか過ぎなかった戦争時の原発攻撃リスクが、もはや現実化していることは明らかです。ではこれが日本で起きたらどうなるでしょうか。次のパネルご覧ください。これは六ヶ所村核燃料再処理工場がミサイル攻撃された場合の被害シミュレーションです。風向きなどの状況にもよりますけれども、最悪だと北海道から近畿の先まで、日本全国に近い地域に影響が及びます。避難人口は6000万人以上になるかもしれません。政府は今、反撃能力としてミサイルを増やすことしか考えていない。それに加えて、グリーンでも何でもない原発推進政策へ大きく舵を切ろうとしていますが、このまま稼働を増やせば、使用済み核燃料が積み上がってリスクはどんどん上昇していきます。もしも原発や原子力関連施設に一撃でも一発でも着弾すれば、壊滅的被害が出ることは疑いようがありません。ではこうした状況を招かないためにはどうしたらいいか。それは一刻も早く原発をすべて停止をさせてリスクを減らすこと。プールに溜まり続ける使用済み核燃料は国の責任で乾式貯蔵に移行すること。そして何よりミサイル軍拡競争のような事態に東アジアを置かないことです。このパネルを見て、11年前の 3.11 原発事故を思い起こした方は多いのではないでしょうか。今なお原子力緊急事態宣言発令中ですよ。あの時のような事故に加えて、今や戦争が原発リスクに加わっていることを私たちは直視すべきではないでしょうか。さらに核兵器禁止条約も重要です。世界で初めて核兵器を違法とするこの条約は、第1条で核兵器の使用はもちろん、威嚇、脅しも含めて禁止しています。ウクライナで現実に核による威嚇が行われ、ここ東アジアでも潜在的な威嚇リスクがあると考えております。核兵器が使われたらどうなるか。広島や長崎の悲劇を知る日本が、この条約に参加をすることは、私は責任ある歴史的な使命であると思いますよ。
私は今年6月、ウィーンで開かれた核兵器禁止条約の第1回締約国会議に出席してきました。日本政府がオブザーバー参加すら拒否したことは、外交的失敗だったと思います。アメリカと軍事同盟を結ぶオーストラリアも、NATO 加盟国のドイツやオランダなど、核の傘の下にいる国々も参加していました。また条約を推進する初めての国会議員会議では、このパネルのように、令和新選組の提案で次のような一文を声明に盛り込むことができました。我々は核抑止と核共有を安全保障策として正当化する動きが活発化していることに真剣な懸念を表明するというものです。これは本来日本政府が唯一の戦争被爆国として締約国会議がまとめたウィーン宣言に盛り込むべき内容だったのではないでしょうか。広島選出の総理にお聞きいたします。来月には核軍縮を進める国際賢人会議が予定され、来年5月には広島で G7 サミットが計画されていますが、当然ながらそれらは1年後に開かれる核兵器禁止条約の第2回締約国会議の参加につながると考えていいですね。核の危機がですね、これだけ世界中に広がる中、これは唯一の被爆国である総理にぜひここは少なくともオブザーバー参加はすると、ここで決断をしていただきたいと思いますが、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、またいくつもご質問いただきました。それぞれに答えなければいけないのかもしれませんが、時間の関係もありますんで、少なくとも最後の部分だけは申し上げさせていただきます。核兵器禁止条約についてであります。核兵器禁止条約は、核兵器のない世界を目指すという理想に向けて出口に当たる大変重要な条約であると思います。しかしその出口に至るまでに、この核兵器を持っている国、核兵器国をこの議論に参加させなければ現実は全く変わりません。私も外務大臣4年8ヶ月勤めている中で、多くの核軍縮会議に出席をしてきました。その際に核兵器国を動かさないと現実が動かない。こうした壁に何度もぶち当たって悔しい思いをさせていただきました。ぜひ、これから来年に向けて国際賢人会議、また G7 サミット、こうしたこの議論の中で、核兵器国を核兵器のない世界へ向けての議論に巻き込むべく努力することこそ、我が国が唯一の戦争被爆国として果たすべき責任であると考えています。そのために現実的な対応を行っていきたいと存じます。委員長。櫛渕真理君。委員長、時間が短いので本当に議論したいところですが、お答え、今いただきました。核兵器禁止条約のオブザーバー参加することは、今の総理のお答えに反しませんよ。来年の第2回締約国会議に少なくともオブザーバー参加してください。そして、唯一の戦争被爆国の総理として、最高責任者として、二度と人類が核戦争に至らないよう、最大限の努力をする。その意思を示すのが、この核兵器禁止条約に署名をする。そして批准をする、そのことであるということを強く申し上げ、私の質問を終わります。